はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、先週の、6日前ぐらいですかね、9月の20日ですね、5日前かな、先週ですわ、岡村孝子さんがね、無事に退院されました。おめでとうございます。いや、嬉しいですね、本当にね。夢を諦めなかったからですよ、本当に。インスタをね、チェックしてますと、一時外出をされてたようですね。自宅でのんびりされてました。滞在時間は2、3時間って言ってたんで、外泊ではなく外出だったんでしょうね。でもしかし4月からね、入院して9月なので、5、6ヶ月で退院されたって感じでね、もう嬉しいことですよ、本当に。まずはでもね、白血病なんで、抗がん剤治療をしてるはずなんですよね。抗がん剤一発目でね、寛解になって、あとはそれを維持する治療をされたなと思います。そして今後のね、生活でやっぱり苦労するのは食事ですよ、食事。生物でしょ、お漬物、蜂蜜とかはあかんとね、いろいろ制限されるわけですけども、食べれるものの中でも、僕も未だにある味覚障害がね、もう辛いですね。食べたいと思って食べてみたら、思った味と違うかったっていう感じなんですよね。今はね、僕はね、カスタードクリームとかプリンの味はね、感覚がね、徐々に戻ってきたんですけども、未だにちょっとね、チャレンジできないのが麦茶ですね。麦茶、あれはね、2回目の抗がん剤が始まった頃の、2018年4月の終わり頃からね、麦茶とコーヒーがダメになってですね、飲めなくなってですね、そこから何回かこう挑戦してるんですけど、その都度味がね、美味しくなくなっていってたんですね。トラウマですね、本当に。あの味のね、全然違ったのが怖かって、まだ飲めてないんです。いや、だって怖いですもん。ちょっと恐怖ですよ。トラウマですからね。だからまだちょっと勘弁してくださいって感じです。子供にはね、ジュースちょうだいって言われたら、麦茶飲んどけってこうね、言ってるんですけども、ちなみにですね、コーヒーは牛乳が多いやつを飲んでるのでいけるんです。そうやってね、岡村さんも含め患者さんらもですね、チャレンジしてみてください。味という夢を諦めないでください。またね、美しい歌声が聞けると思うと、早くね、復帰してテレビで歌ってほしいですよね。今日は以上でございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。